超空誌全体が水没してて道がわからない。メイ先輩は千葉学園への行き方わかる？もっと奥の方にあった気がするんだけど。昨日遠くからだけど学園の教室棟を見たわ。どこで？ここから行けるけど学園まで通じているかどうかはわからないわ。それにあそこには多分何もないはずよ。いいの、たとえ廃墟になってたとしても行ってみたいんだ。ねえメイ先輩、連れてってよ。わかった、案内するわ。こっちの方だと思うけど。先に進みましょう。止まりね。あ、そんな。道が水没してる。歩けそうなところもなさそうね。キアナちゃん、どうする？あ、仕方ないよ。時間だし戻ろっか。
キアナちゃん、ずっと聞きたかったんだけど、どうして長空市に戻ろうと思ったの？実はこれといった理由はないんだ。ただどんな風になったのか見てみたくて。あの時ヨルムンガンドと天命の衝突から逃げた後、頭の中がごちゃごちゃで体の調子も悪くて、だから人のいないところで落ち着きたいと思ったんだ。その時長空市のことが頭をよぎったの。人が迷った時って始まりの場所を思い出しちゃうのかもね。ここでメイ先輩とみんなに出会ったから、あの時の気持ちをここで探したかったのかも。メイ先輩。ううん、なんでもない。どうしたの、キアナちゃん。私ね、今でもあの日のことを覚えてるよ。この4ヶ月間いろんな都市に行って、崩壊のせいで苦しむ人々をたくさん見てきた。頑張って頑張って逃げようとしたけど、あの悪夢からは逃れられなかった。そして逃げるだけじゃダメだって気づいた。逃げることよりももっと大事なことが私にはあるって分かったの。大勢の人たちに、みんなに、そして自分の運命に向き合わないといけない。私はキアナ・カスラナじゃなかった。パパの娘でもない。私は実験体 K423 空の律者の器。違うわ。大丈夫だよメイ先輩、大丈夫だから。全てを受け入れたのは、何も私がやけになったからじゃない。逆に自分のすべきことが分かったからなの。空の律者を封印することが私の責任。それだけじゃない。彼女の力で苦しむ人々を守ることもそう。崩壊のせいで傷だらけになった世界を救うことだってできる。天球史でたくさんの人を助けたけど、助けられなかった人もたくさんいた。でもあそこで過ごした日々は私にあることを分からせてくれた。メイ先輩、私が生まれたのは運命のいたずらだったかもしれない。でも私はそれを意味あるものに変えることができる。私の物語は美しくないかもしれない。
この世界をより美しくすることはできる。これはあの人との約束だから。キアナちゃん、今思えばこれが超空師に戻った理由かもしれないね。ここが全ての始まり。3年前、私はここを走って戦って遠いどこかに向かおうとした。そしてメイ先輩やみんなと出会って美しい世界のため戦うことを願った。それが私が最初に抱いていた気持ち。今でも私は自分の選んだ道を歩み続けてる。そう考えるとそんなに怖くないんだ。何も変わってない。キアナちゃん、名前も生まれも関係ない。あなたはあなたよ。私の、そしてみんなの大切な仲間。ずっとずっとそばにいるから。うん、ありがとう、メイ先輩。この4ヶ月、いろんな再会を想像してきたんだ。ここで、メイ先輩と再会できて、本当によかった。はぁ、ただ、千葉学園に行けないのは、ちょっと残念だけど。全てが落ち着いて、何もかもが終わったら、またここに戻って千葉学園に行ってみましょう。あまり長いとテスラ博士が心配するわ。うん、わかった。メイ先輩は先に行ってて、もう少しだけ学園を見たらすぐ追いかけるから。また上昇してる。それに崩壊エネルギーが土や水の中から少しずつ湧いてきてる。やっぱり超空師に異変が起きてるみたい。何かがもうすぐ爆発するんだ。いけない、こんな危ないことに巻き込めない。どっちが早く戻れるか競争しようよ、先輩。調子に乗らないの。まだ万全の状態じゃないんだから。チェ、分かったよ。
手？ベナレス、キアナちゃん、近づかないで。メイ先輩、ちょっと待って。私を呼んでる？なんだか、他の崩壊獣とは違う気がする。怖がらないで。傷つけたりしないから。キアナちゃん、何をしたの？ひどい怪我なのに、必死に立ち上がろうとしてる。おかしいんだ。こいつを見てると、どうしてか懐かしさがこみ上げてくるの。これで元気になったよね。ほらね、攻撃する気はないみたい。キアナちゃんの命令に従っているの？うまく言えないけど、このまま放っておくと、こいつが危ないことをしちゃうような気がする。素直に言うことを聞いてくれてるし、それに越したことはないんじゃないかな。ずっとキアナちゃんにくっついて、離れたくないみたいね。その子をヘリオス号まで連れて行くの？あ、そっか、そこまで考えてなかった。でも、あの赤毛のツインテール博士なら、話せば分かってくれるよね。あのね、野良犬や野良猫ならまだしも、崩壊獣を拾ってくるなんて聞いたことないわよ。人型ロボット、難民の女の子、そして審判級の崩壊獣。次はヨルムンガンドの幹部でも連れてパーティーを開くなんて言わないわよね。すみません。ご迷惑をおかけして。まあいいわ。熱に怒ってないし、ちょっと意表をつかれて驚いただけよ。でもある意味、その崩壊獣がキアナに従順なのはいいことよ。厄介な敵が減るってことだからね。しばらくは、このままヘリオス号にいてもらいましょう。で、話を戻すけど、あんたたちが出かけている間、本部との話し合いに結論が出たの。キアナちゃんを治す方法が見つかったんですか？テスラ博士？ついてきて。直接説明したいって言われてるの。アインシュタイン博士、どうされたんですか？
メイ、もうテスラ博士からキアナの状態を聞いているね。はい、楽観はできないと。もうあまり時間が残されていないとも聞きました。博士、どうすればキアナちゃんを助けられるんですか？メイ、君には全てを知る権利がある。だから君には包み隠さず、全てを伝える。話し合いの結果、キアナはすぐにでも北極海近くのバフィン湾基地へと移送させ、安全措置を講じることとなった。ネゲントロピーは彼女を危険から守り、最悪な状況を防ぐと同時に、リスクをなるべく最低限に抑えたいと考えている。リスクですか？意味がよくわかりませんが。メイ、落ち着いて聞いてほしい。キアナの状態はかなりひどい。リチシャコアが彼女の体を今も侵食し続けているんだ。コアにはまだシーリンの意識が残っていると、そう僕たちは推測している。これ以上の悪化を防ぐには、シーリンを徹底的に消滅させなければならない。しかし、それはキアナを除いて、誰にも干渉できないことなんだ。どういう意味ですか？つまり、僕たちの力では現状の打破はできない。テスラ博士といくつも案をひねり出したよ。外的な力によってコアを強制的に剥離させる方法や、中和結成で体内の崩壊エネルギーを浄化させる方法とかね。だが、いずれの案も却下された。どれも根本的な解決に至らないからだ。もっとストレートに言うと、僕たちには彼女を治す方法がない。彼女の症状を緩和する術すらないんだ。そんな。まさか、指をくわえて、ただ見ていることしかできないんですか？アインシュタイン博士、もう一度考えてください。どんなことでも手伝います。たとえ時間稼ぎにしかならなくても、協力は惜しみません。本当に、本当に、方法はないんですか？すまない、メイ。キアナは必死に侵食に抗っている。僕たちは彼女を信じると同時に、全力で治す方法を探すしかない。しかし、最悪な展開になれば、悲惨な決断も下さなければならないだろう。悲惨な決断って何ですか？すみません。聞かない方が良かったですよね。わかりました。メイ、あの難民の女の子があんたを訪ねてきたわよ。何の用か聞いてきたら？わかりました。彼女にとって残酷すぎるわ。深呼吸してリラックスした方がいい。君もいい状態とは言い難いんだ。これから、キアナ本人と向き合わなければいけない。
メイ、こんにちは。クーちゃん、どうしてここに？実はね、今回先生が戻ってきたのは私たちを超空師から連れ出すためなんだって。信じられないよね。外に新しいお家を用意したから、みんなをそこに連れて行ってくれるみたい。今みんな喜んで荷物の片付けをしてるんだけど、メイとキアナさんのことが気になってね。ここを出る前にもう一度会いたかったから、こっそり抜け出してきたの。もうキアナさんを見つけたって先生から聞いたよ。今どこにいるの？ごめんなさい、キアナちゃんは少し疲れてて中で休んでいるわ。忙しかったかな。あの、これ受け取って。これはてるてる坊主？うん、自分で作ったの。超空師を出て外の世界を見てみたいって毎日お願いしてたら本当に叶ったんだ。だからメイのお願いが叶うようにメイにあげる。先生以外に私たちに優しくしてくれた人はメイと博士だけだから。二人戻るね。バイバイ、メイ。待って、この都市はまだ危険だから巣まで送るわ。一緒に歩きましょう。Ah!
みんなが待っているわ。どうしたの？気のせいかもしれないけど、メイが何か悩んでるような気がして。キアナさんを見つけたのにどうして暗いのかなって。まさか喧嘩？そのちょっとしたトラブルがあったの。心配しないで、なんとかなるから。うん、わかった。もしキアナさんが落ち込んでたら、カレーを作ってあげて。メイのカレーはみんなを笑顔にするから。キアナさんも食べたらきっと嫌なことを忘れるはずだよ。ありがとう。やってみるわ。そこで何をしている？早くみんなのところに行くんだ。もうすぐ出発する。あ、はい。あの子は本当にお前が好きだな。どうしてもお前にお別れを言いたかったみたいだ。気づいたらお前のとこに行っていた。子供たちをどこへ？そう疑うような表情はよせ。安全な場所だから安心しろ。ずっとあの子たちを連れ出したかった。やっとチャンスを手にしたんだ。お前に礼を言わないとな。今まであの子たちは外の世界や他人の目、よく知らない環境に怯えていた。お前があの子たちの考えを変えてくれた。見知らぬ人にも優しさや善意があると、お前が子供たちに教えてくれたんだ。あの律者が子供たちの心に残した空洞をお前が埋めた。この真相を子供たちが永遠に知ることがないよう願っているよ。本題に戻ろう。その沈んだ表情を見る限り、今のキアナの状態を十分に理解したようだな。嘘ではなかっただろ？確かにネゲントロピーは彼女を治すために動いてくれるが、
その全てが無駄に終わる。どうやって彼女を助ける？理想を追い求めてか？希望を抱いてか？それとも人と人との思いとやらでか？黙ってください。ああすまない、誤解するな。お前を嘲笑うために来たんじゃない。お前と争っている暇もないんだ。ただお前なら知りたいだろうと思ってな。ライデン・メイ、ヨルムンガンドはお前と取引をしたいんだ。あの娘を助けたいんだろ。天命にはそれができない。ネゲントロピーにもだ。だがヨルムンガンドにはできる。何ですって。私の提案に興味があるなら2時間後一人でここに来い。用事があるから先に失礼させてもらう。待ってください。今の話を聞かせてください。これは私たちだけの秘密だ。他言はするなよ。ヨルムンガンドの孫主がここでお前を待っている。クー、荷物の片付けは終わったか？はい、いつでも出発できるよ。でも本当に先生は一緒に行かないの？ああ、用事があってな、少し遅れる。心配するな、すぐに追いつく。お前はいい子だ。私がいない間、みんなの世話を頼む。おう。元気を出せ。ずっと外の世界を見てみたかったんだろ。新しい家は広くて、お前たちの好きなものがたくさんある。長空師とは全く違うから楽しみにしているといい。うん、今回の旅を楽しむよ。でもいつここに戻ってくるの？はじめまして、キアナ。すでにメイから聞いてると思うけど、一応自己紹介しておくわね。私はフレデリカ・ニコラ・テスラ。こっちはリーゼル・アルベルト・アインシュタイン。私たちはネゲントロピーのメンバーで、極東支部とは協力関係にあるわ。うん、知ってる。この4ヶ月の間にあったことは、メイ先輩が全部教えてくれた。そういえば、メイ先輩が一緒にいないのは、
この間に今いないから？ちょっと用事があってね。しばらく帰ってこないと思うわ。そうなんだ。じゃあ、気にする必要はないね。私の体、良くないんでしょ？嘘をつく必要はないよ。自分の体は自分が一番分かってるんだから。最初は、ちょっと感覚が鈍っただけだったけど、だんだんと痛みを感じなくなっていった。今はもう、怪我をしたことすら気づけなくなってる。キアナ、ハイペリオンが今超空死に向かって航行中だ。すぐに君を安全な基地へと送ることになっている。ネゲントロピーは全力で君を守り、君のために時間を稼ぐことを約束する。分かった。あんたたちを信じるよ。でもその前にしておかなきゃいけないことがあるんだ。何？超空死に危機が迫ってる。ここに来た時気づいたの。水中の崩壊エネルギー濃度が恐ろしいほど高くて、崩壊獣の活動が他の場所よりもずっと激しいってね。それから2日経ってもその状況は悪化する一方で、海水が上昇し、崩壊獣もより増えてた。何かが起こる前兆だよ。その件に関してテスラ博士も言っていたね。ええ、2日間の実地探査を行った結果、超空死の崩壊現象が強まっていっていることが分かったわ。ここはもともと第三次崩壊のせいで大量の崩壊エネルギーが溜まっていたけど、今は状況がどんどん悪化してる。最初は空の律者の影響による変化だと思ったけど、どうやらそうじゃないみたいね。私じゃないよ。別の何かが超空死に異変を起こしてる。崩壊エネルギーの濃度は今も上がり続けてる。いつ爆発するかもわからない。このまま放っておいたら想像もできない最悪なことが起こるよ。その通りだろうね。ネゲントロピーはすでに救援部隊を用意している。超空死の爆発が迫り次第すぐ行動に移せるようになってるよ。極東は天命の管轄とはいえ、無視するわけにはいかないからね。博士、この災害を阻止する方法があるよ。私なら災害が発生する前に超空死の崩壊エネルギーを全て吸収できる。空の律者の能力でね。あんた、自分が何言ってるか分かってんの？キアナ、それはいけない。君はもう律者の力を使うべきではないんだ。超空死の問題はネゲントロピーが対応する。僕たちを信じてくれ。アインシュタイン博士、誤解してるよ。私だって全てうまくいくことを願ってる。この危機を無事に乗り切ることはみんなが望むことだもん。だけど、もし仮にだけど、私たちの予想を超える何かがあったら、私は、私にできることをさせてほしい。この話はひとまずここで終わりにしよう。ハイペリオンが超空死に着いたら、状況を見て詳しい判断をする。他に知りたいことはないかい？最後に一つだけお願いがあるの。なんだい？
ここを出た後、あんたたちの言うことを何だって聞く。収容や治療にも協力する。自分が爆弾と同じで、人のいないところに隔離するのが一番安全だって分かってるから。だからね、極東支部のみんなを遠ざけてほしい。空の律者の問題が完全に解決されるまで、私に近づけさせないで。彼女たちは、あんたのそばにいることを願ってる。それはあんたも分かってるはずよ。うん。知ってるからお願いしてる。危険な目に遭わせたくないんだ。研究室でメイ先輩と再会した時、自分の目を疑ったんだ。メイ先輩は変わってた。やつれて疲れがにじみ出てた。必死に平気なふりをしてたけど、私には一目で分かったよ。メイ先輩はセーフレイヤーで仲間を見つけて、帰る場所や過去に失ったものをやっと手に入れたのに。過去のトラウマだって克服してた。なのに私のせいで何もかも壊してしまった。数えきれないほどの凍える夜、数えきれないほどの悪夢の中で、私は先輩の胸を引き裂き、血に染まった宝石を握る自分の手を、彼女が気絶してゆっくりと血の海に倒れていく姿を見てきた。私は。それは空の律者よ。あんたのせいじゃない。彼女たちは一度もあんたのせいにしたことがないわ。分かってる、分かってるから受け入れられないんだよ。あんなことがあっても昔みたいに私を信じて、仲間として私の帰りを待ってくれてる。だから、もし私がまたあの化け物になっても、きっと彼女たちは私を見捨てない。何があっても私を守ろうとする。その時、私はあと、何回大事な人を死なせるの？私、そんなこと二度と起こしたくない。これは、私とシーリン二人のこと、決着をつけないと。でも、もうみんなを巻き込みたくない。もう、周りの誰かが傷つくのは見たくないの。